レッツピクニック、はい、ハーゲンダッツです。私ちょっとこれ、ちょっと気になってるのはハーゲンダッツシリコンだよね、これ全部タバゲルだね、タバゲル。本当めっちゃリアルなんですよ、これ。見て、リアルすぎる、リアル。見てこのレモンシャーベット、爽やかとシャーベット、めっちゃ良き。これ8月8日発売の新作のスケールでして、皆さん買いに来てください。キラキラしてるのとか、見て、絵文字とか超可愛いんですけど、バナナ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 。これ今日ね、来てね、いっぱいあるんですよ。見てこれ、スヌーピー。あ、出た。こんにちは、ホイだわ。あ、見て、ミニバージョン売ってる。餃子あるで、今回はこれチュースしたいと思う。これなんか前でトマトが4つ入ってるのが出てたじゃないですか。今日はこれ、全部繋がってるんですよ、これ。多分、なんだろう、シリコンか水スクイーズかな。シャンプーがないんでわかんないですけど、多分シリコンだと思うんですけども。今日はこれをチョイスしていきたいと思います。はい。ちなみに、ノアの今日制服です。いいわ。どうぞ。どうこのメガネ。いや、私ね、結構面白いメガネが似合うんですよ。うん、ディズニーランド行くんですけれども、その時にちょっとかけたいなと思って買ってみました。眩しい。はい、皆さん、ちょっと待って、私この前髪すごい気に入ってっから、これこのね、ちょっとトークなんだけど、前髪を斜めにする方法をね、研究してる前髪斜めの人、こういうやり方があったわと思って、こっち側伸ばしていけばいいってことだから、こっちだけ切っていけば斜めになるよね。でも夏休みも終わり頃には多分これが定着していくから。はい、皆さん、こんにちは、ノイロン番組のノイロンです。今回ですね、ちょっとピクニックって見えてるんだけれども、前にこれさ撮ったじゃん。私完全にこれ紹介するの忘れてて、2秒で紹介します。これ取れるんですよ。で、多分ここもこう、ほら、あのさ、よくあんじゃん、プラモデル作る時みたいな。なんでピンク取ったんだろう、あの子は。大体わかるけど、こういうこと。あ、ハンドスピナーだ。ガチャガチャのハンドスピナーより全然良くない？どう？だから多分これは学校にハンドスピナー持ってきたよ。これは回りません。さすがにこれで回ったらもう怖いわ。学校でこうやってて、あれ？ついてんのハンドスピナーじゃん。そうなの。ハンドスピナー持ってこう。男の子はかっこよく言える。ピンクはおすすめしないかもしれないけど、でも目立ちたかったらこれいいと思う。で、ガチャガチャでハンドスピナーやったんですよ。めっちゃ良き気なの。早すぎるとスローになるっていうけど、そんなにだから早くないってことだよね、これは。え、これが200円だよ。このハンドスピナー200円。じゃあちっちゃいんですけどね。全然ちっちゃい。普通のハンドスピナーなんですけれども。それと比べると全然ちっちゃいです。ほんと、あ、ガチャガチャだみたいな。ちっちゃい。ちっちゃいけど、まあ、200円でこれだけできればいいなと思う。私、あれできるようになってたよ。これちょっと重いから無理だけど。これだったらできる。あ、無理だ。ダメだ。練習しまーす。ということでですね、今回は、まあ、ちょっと初めに言ってたんですけども、ピクニックさんで買ったね、やつを紹介していきます。こっちが、重い。こっちが、まあ、軽いになってます。こっちはピクニックの、こっちは、あれです。プリクラの方。プリクラの方で買った。こっちが、ピクニックで買った。こっちは、じゃあ今日はこっち紹介します。新作ですって言われて。面白くないこれ。スクイーズだって。匂いはスクイーズです。臭い。と、私これ前から欲しかったんだけど、ホイロッツ。今回は全部コンプするのにちょっと値段がすごいかかっちゃうなと思ったんで、私、ハーゲンダッツだったら、イチゴが好きなんで、イチゴをチョイスしました。ほら、あれだよ、ハーゲンダッツだよ、ほんとに。バカ。一瞬、え、待って、これイチゴの匂いしない？する。これイチゴの香りって書いてあったわ。うん、臭いけど、するっちする。あれだな、多分これはゴムにこうシュッ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 ってスプレーかけた感じ。こ
スクイーズってほどのスクイーズじゃない。これは認定しそうなスクイーズ。シリコンめっちゃ肌ゲルっぽい感じ。まあでもこれ欲しかったんでめっちゃ良かったです。チョコレートとかまあいろいろなんかあったんだけど、これが良かったからこれにしました。抹茶とかもあった。でもこれしまうとき楽だね。ハーゲンダッツのさ、このハート当たったことある人います？まあ、絶対いないと思うけど、すごいなら当たった人は。こんな感じです。続いてもちもちミックスベリー。うわあ、これも今回シリコン。私今日シリコン系が多いです。これ2つもシリコンなんですけれども、シリコンです、シリコンです。伸びます、シリコンです。肌ゲルか、肌ゲルです。でもさ、こういうの頭に乗っけてなんか PV 撮影とかありそうじゃない？ほらこういうのあるよね、なんかみたいな PV の AKB とかしそうじゃん。なんかこういう感じで踊ってそうじゃん。重いなこれ結構で、なおかつハーゲンダッツ食べようかな、あーみたいな。そしてみかん食べようかな。でもちょっと緑色だったなーって思ったこと、頭を切るじゃん。無理か。口の中も無理。もう一個みかん食べよっかなーって思ってる。無理だった。これいいね。これ冷蔵庫入ってる、超面白いじゃん。ハーゲンダッツの安いやつ買ったのかな、この子みたいな。なって食べてみようかなって思ったら、スクイーズだったみたいな。これも冷やしてもいいかもしれない。まあね、パロディ感がすごい好き、このほらめっちゃパロディ AJ バング JA だけどね、 AJ バング。これはじゃあちゃんと飾っておきます。ぜひ皆さんもピクニックさん行ったら、これね結構新しいと思うんで、これはおすすめします。このハーゲンダッツはすごいすごい、ハーゲンダッツじゃないけどめっちゃぽいですパロディ感が大好き。ぜひ皆さんね買ってみてください。それでは今日はバイバイ。